ございます。3月も最終日ですね。今日はね、昨日ちょっとね出が遅くて引いちゃったんで、ちょっと早く出て上げ6時がいっぱいなんでね、引きに向けてまあ上げてる時を狙ってやろうと思います。とりあえずね、サイズがちょっと落ちたっぽいんですけど、まあ、昨日のねローズマリーのとこチェックして、まあ、ダメならねまた考えて他のとこ見てみようかなと思います。そんな感じでいいですか、うん、ノーさん、タさん、おにぎりよろしいですか、うん、まあそんな感じでやっていこうと思います。今日も同じとこに来ました。風がね東かな、ちょっと吹いてるんですけど、まあそんなに面に影響ないんで。で、波もね、いい感じで、サイズはちょっと落ちて落ち着いた感じで、まあね、割れてるんで、綺麗にレギュラーは。ちょっと厚めですけど、深い感じがしますけど、まあ人もいないし、できるんで、やっていこうと思います。するポイント、もっと上の方でアクションするように振り切って体をやるように頑張ります。はい、頑張ってください。もうこれいいじゃん、これ。
楽しかったですね。今日もいい波でした。最初上げてて、でだんだん引いてきて、ちょっとずつ掘れてきてね、フェイスも出てきたんで、でまあ引きすぎたのと、あと風がちょっとね、かなり入ってきたんで、東風が、まあ、最後の方はざわついてましたけど、でもそれでも十分楽しめたんでね、まあ今日も良かったんじゃないですか。午後もね、どうかな、風次第ですけど、できたらいいんで、ちょっと午後見ながらまたチェックしていこうかなと思います。どうでしたか、野田は。良かったです。だんだん波が良くなってきて良かったです。技は決めましたか。はい、さっきまで騒いでたのに急に静かに、ね、まあそんな感じで午後ですね、また狙っていこうと思います。お疲れ様です。